詰まってます。皆さんどうもこんにちは。自分が街中に出現する確率を数字で表すと多分 1% くらいだと思うウプ主のミーです。いやモンスターじゃねえか。でも強さはそこら辺にいるザコモンスターより弱いわよ。どうしようもねえな。前回脱出ザカリという脱出ゲームを実況しましたが、今回は同じ制作者3作の詰まってます、というゲームを実況していきたいと思います。今回のお相手は詰まってないマリサと、詰まっている霊夢でやっていくよ。まあ霊夢はなんとかなると思うので早速やっていきましょう。いきなり詰まってんのかよ。ぐ、メガネ割れそう。おじさん、割れる前に私が割ってあげようか。なんで割るんだよ、普通取ってあげようかとかだろ。ありがとう、割ってくれると助かるよ。おじさんはどうして詰まってるんですか？いや、狭いところが好きで自分から入ったら、このざまだよ、あははははは。自業自得じゃねえか。まあまあそんな冷たいこと言わずにこのおじさんの脱出を助けてあげようよ。自分じゃなくてこのおじさんを脱出させるの？今回の脱出は結構難しいから頑張ってね。こう見るとただのバカだよな。結構いい家に住んでいるじゃない。あ、これ俺の家じゃない。人の家の壁にめり込んでんのかよ。ここ俺の家だよ。帰ろうぜ。そうだね。何よ、ドンパッチの分際で似てるけど随分古いの持ってきたな。おいドンパッチその顔やめろ。おい、なんだよ、どうすることもできねえんだよ。なんかムカつく絵だけど、とりあえず数字が怪しいからメモ取っておくか。顔がうざい太陽の絵がありましたと。おい、それ感想文だろうが、しっかりメモ取っていけよ。メモ取れたんで次行きましょう。何あいつ。あれは伝説の馬山さんじゃないか。見た目は馬、中身は鹿、合わせてバカの人ね。うまく繋がってるけど中身鹿じゃねえだろ。馬山さんの下には怪しい棚が。この暗号は今はスルーね。本当にこのゲームはヤバいやつしか出てこねえな。あら可愛いボール。やあ、何これキモ。なんだこいつ、顔を押すとすげえキモくなる。こいつ鍵を加えているよ。キー、取りたくない取りたくない。でも取ろうとしても取れないぜ。まさかのこいつを抑えるだけで精一杯的な感じ。なんかおもしが必要だろうね。しょうがねえ、ここも後回しだぜ。どうだった、何か進んだかね。うわこいつ喋った。そんなこと言うならあのブサイクなボールから鍵取ってみろよー。ちょ霊夢ちゃん落ち着いて、馬山さんなんも悪くないから。今日のところは勘弁してあげるわ。また怪しげな棚だぜ。棚の上に入れ歯みたいなのがあったんだけど気のせいかな。あ、今朝道で入れ歯なくしたって言って探しまくってたおばあちゃんを見たよ。きっとそのおばあちゃんのだろ。今すぐ返してやれ。さっきからとりあえず棚に鍵とか暗号とかやめない。あ、この棚は開くかも。おい今人の足が。そんなわけないじゃない、見間違いよ。マジだ。このサイバット思いっきり開けよう。そうだな、やばかったら速攻で閉めようぜ。行くわよ。さあ別の場所行こうぜ。待て。開けてくれたこと、感謝する。俺の名は魔改造列伝まさき。俺の右腕はプラスドライバーだぜ。どうだ、すごいだろ。いや全く。はあ、また変なの出てきたと思ったらあいつアイテムなのかよ。一体プラスドライバーを何に使えって。ここだー。なるほど。ひらめけ、イカズチのプラススクリーン。オラオラー。いけー。あれ、一気に外せー。おかしいな。これは、一体。なんだなんだ。穴が。合わない。だと。はあ？まさき、痛恨のミス。果たしてこの先どうなってしまうのか。あの野郎リサイクルショップに持って行ってやる。そうだな、サイズが合わねえドライバーは使わねえし。換金してサイズが合うドライバーを買いましょ。売らないでー。ようやく進んだと思ったのに。裏切りもいいとこだぜ。あ、こっち側も行けるみたいだよ。なんだここ、何かの管制室みたいだぜ。何の管制室だろうね。見られてる。おっさん、お前のことは誰も見てねえから安心しな。ここは普通の家じゃないのかね。あ、重たそうな石をゲットしたよ。漬物でも漬けた時に使いましょ。あのパンダ、前回もいたな。よく来たな。この中で一本好きなの引いてみな。とか言いつつこいつ首振ったりしてるわね。ここはこのパンダを信じてパンダがうなずくやつにしてみよう。やられましたな。ドッキリ大成功、わらわら。うつ主落ち着いてー。この白黒野郎、次はそっぽを向くやつにしてやる。どうだ、仕返しだ。嬉しそうだな。でも特にアイテムをゲットできたわけじゃないね。あ、さっきゲットした石をあのボールに使ったらどうだ。あ、重しを上に乗せて鍵をゲットするんだね。それじゃあ行くわよ。上、取りたくない。取ってよ。これなら、ボールくんかわいそうだろうが。霊夢のおかげで無事に鍵をゲットできたよ。この鍵は色的に管制室のスイッチの鍵っぽいな。管制室に行ってみよう。うわなんだこれ、巨大なこけしか。なるほど、この人たちは巨大なこけしを見ていたんだね。そもそもなんでこんなもんがあるんだよ。もしかしてスイッチはこいつを起動させるスイッチなんじゃ。そんなことがある？
とりあえず押してみよう。こけし1号発進。うわあ、マジでこけしが動いた。どうなるの。こけしー。何転んでんだよ。こうして3億円かけたこけし事業が一瞬で水の泡になった。これ以上無駄なものはないぜ。あ、でも何かの暗号が書かれているよ。これもメモっておくか。なんだかんだで馬山さんの下の棚からブラックライト、入れ歯から変な紙を手に入れたよ。そういやまだ2階に行ってなかったから行ってみようぜ。また変な奴がいるな。全員赤組だね。そこ。何よ、私が白組だからって睨まないでよ。お前いつから白組になったんだよ。ま、り、さ、わ、ば、な、な、わら。やかましいわ。なんだよこの子供たち。なんかクリックするとポーズするんだよね。あ、机の下に。ちげえよ、全然似てねえよ。ブサイクなドラえもんから鍵をもらったよ。何もろ名前出してんだよ。僕ドラえもん。さあ反対側も見てみるか。あ、まさきだ。ちょっとあんたどうしたのよ。俺実は魔改造されてないんだ。あ、プラスドライバー発見。まさき、それみんな知ってたから元気出して。ってことで今度こそはうプラスドライバーもらっていくからね。それ言い換えるとまさき捨てるってことだよな。そんなことはないわ。ちょっとここに置いておくだけよ。一生拾いに来ないだろうが。よしこれで開いたでしょ。小さい箱があるね。鍵がついてるから試しにこの鍵を使ってみるか。あ、消しゴムが入ってた。これは捨てろって意味だろうね。待て待て待て、そんなわけねえだろ。さっきの消しゴムをこのメモに使ったら、この子供たちのポーズを示すものになりました。早速指定されたポーズを取らせるぜ。赤組ビーム。うわあ。うわあ。先生まで食らってんじゃねえか。そもそも赤組ビームって何？赤組ビームは白組とたまに先生を吹き飛ばす超必殺技だよ。巻き添えを食らう先生が一番かわいそうだな。あ、なんか書いてあるよ。このジャージは元は生徒のものだったのよ。あ、これは名前か。なわけねえだろ。これはおそらく方角を表しているな。てっきり、すいません。ね、私、猫、は、好きじゃないんです。かと思った。猫が好きじゃないなんてどうでもいい情報だろ。今回は暗号が多くて頭が痛くなるわね。おい、なんでスマホなんて持ってんだよ。べべべ、別に攻略方法なんて調べてないわよ。おい、自分で墓穴掘ってどうすんだ。どこかにさっきの暗号を入力するところがあるはずだけど。一回は全部見たし二回だろうな。あ、こんなところにあったわ。お、ここに先生のジャージに書いてあった方角を入力するんだな。やった、きっともうすぐ脱出できるよ。なんかヒントが書いてあるわね。これは多分最初のドンパッチの絵に書いてあった色のついた数字と、こけしの後に現れた数字を組み合わせて、数字を色に置き換えるんだよ。つまりこういうことか。なるほど、さすが霊夢ちゃんね。なんでお前なんだよ、そこは確かウプ主だろ。暗号の意味も分かったところでささっと脱出しよう。おいおい、これっておっさんを脱出させる目的のゲームじゃねえのかよ。うん、なんか違うみたい。おっさんはずっと詰まってるんだよ。救われねえのか。さっき数字を変換した色の順番で押していくよ。やったー、脱出成功だー。我に背くわず残っちゃうなり。復讐の脱出エンドだってよ。あ、あの時パンダに仕返ししたから。他にもいくつかエンディングがあるみたいだよ。あはははは、見たかパンダね。最後までご視聴していただきありがとうございます。チャンネル登録はお済みですか？PC でご覧の方は上の登録ボタンを、スマートフォン、タブレットでご覧の方は右の画像に出ているように登録ボタンを押してください。この機会にぜひともよろしくお願いします。